ワールド、はい、後半でございます。大太郎さんの後半ですよ。はい、あれ、ね、前半見てない人いるでしょう、ね、いますか。いきなりこのね、この3人何言ってんだって感じなんですけどね、はい、今回はですね、はい、宮崎で活動されてらっしゃいます素敵なシンガーソングライターの高太郎さんをお迎えしておりますよ、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、もうね、前半はね、結構ね、ご紹介がてらね、いろいろとね、話していただきまして、はい、好きなアーティストなんかもね、はい、はい、もう皆さんね、聞いたところで、ぜひともね、アルバムがね、ちょっと出たんですけど、アルバムのね、お話をさせていただきたいと思うんですよ。はい。小太郎さん、はい、アルバム何枚作ってるんですか？今ですね、はい、5枚作ってるんですよ。お5枚。それも、毎年続けて5枚作ってて、年に1枚ペースで、そうです、年に1枚アルバム、しかも10曲入って、うん、10曲作ったアルバムを毎年1枚ずつリリースということは、うね、もうプロの方でも、ね、できなかなかできない、このね、はい、このね、すごいスパンで作ってるんですけどね。どうやって曲を作られてるんですか？いや、曲はもう若い頃に作った曲が、はい、30万曲ぐらい、ああ、溜め込んでたんですね。まあ、ゼロポッドカット削られてるけど、はい、まあ、そうですね、ちょっと曲があって、それとまた、はい、ね、ちょっと、まあ、CD にまとめようかなと思ったのが50歳になった時で、それから、まあ、順調に作ってますけど、一応、来年もう一枚作って、まあ、一応一区切りしようかなとは思ってるんですけど、そうですね、50歳から1枚作って早5枚ということは年齢がバレましたね。バレました。今55でございます。これせめて25って言ってほしかったです。あ、そこ、はい、番組的にはそういうのをちょっと欲しかったんですけど、はい、すみません。いやいや、まあ、でもね、50歳からね、はい、年に1枚作ってね、すごいですね、今年5枚目、うん、アグレッシブ、そしてね、はい、もうガンガン湧いてくるわけですよ、これが。そうですね、はい、ガンガンは湧いてこないけど、はいはいね、それじゃないとね、ここまで作れないしね、はい、はい、もう若い頃なぜ作れなかったんですか？なんでしょうね、やっぱり経験積んできたこととか、はい、やっぱりね、考えることとか、はい、そういうことがこう積み重なっていって、うん、歌ができてきたのかなと、うん、まあ、簡単に言うと、はい、何回女に振られるかみたいな話ですよね。あ、曲的に言うと、なんすか、詩の内容的にやっぱり恋愛物語ですか？僕の歌はね、ほとんどラブソングなんです。お、来ました。もう 98% ぐらいラブソングで、ちょっと違うのがありますけど、まあ、大半ラブソングですね。おお、聞いてみたいですね。ずっとこう、究極のラブソングは何かというのを追い続けてきてましたんで、はい、で、うん、ここにラブソング評論家が今回はね、はい、ゲストとしてお迎えしているわけなんですがね、小太郎さん、はい、ね、そういった曲ね、聞きたいってね、はい、お客さんね、あ、お客さんじゃないや、皆さんね、あ、いや、聞きたいってね、まあ、前半ね、ちょっとね、流したんですけど、はい、小太郎さんの歌ね、まあね、まだね、聞きたいってね、方はね、これ見ていらっしゃると思うんですよ、小太郎さん、はい、どうですか、もうアルバムね、5枚出してますからね、はい、はい、ぜひともね、これ何ですか、小太郎さんのライブに来られたら漏れなく買えますよ的な感じですかね。あとはですね、はい、そのさっきお話しした、はい、ライブハウス源さんにも置いてあります、はい、おー、はい、あと宮崎のイオン宮崎、はい、島村楽器店の中の、はい、CD コーナーにも置かせてもらってます。あ、はい、はい、そうなんですね。で購入できます、はい、あとは直接連絡していただければ。あ、ね、まあ、フェイスブックからね、もろもろやってますからね、はい、今の時代ね、はい、買えないアルバムはないっていうぐらいね、はい、いろんな、ね、ツールがありますから、皆さんね、はい、ぜひとも ね、流れた曲でね、はい、あ、胸がキュンキュンされた方はね、ぜひともね、孝、はい、太郎さんのアルバム聴いてもらいたいですよね、一家に5枚ぜひお願いします。一家に5枚、いきなり5枚っすよ、はい、本当にね、皆さんね、大変なんですよ、こう在庫の整理が。小太郎さんね、裏事情バンバン言ってきますからね、はい、もう裏事情と親父ギャグは半端ないですからね、小太郎さんね、ぜひともね、ライブの楽しいトークもね、聞きに、ね、ね、来てもらいたいですよね、はい、じゃあね、近いところで今後のライブ活動、うん、ライブ予定、はい、ちょっといいですか、皆さんにぜひ、はい、まあ、源さんが、はい、その土曜日なんですね、はい、第1土曜日、第1土曜日、源、はい、さん、はい、で、名古屋、名古屋、はい、これ10月ですね、もう飛びますね、はい、10月名古屋ですね。10月9日名古屋で、はい、はい、っていう程度でしょうか。ああ、そうですね、あ、まあ、このぐらいがね、出、はい、的にちょうどいいかなっていうね、はい、まあ、詳しい、ね、情報に関しましてはぜひね、 Facebook から、はい、ホームページあります、はい、
うちの会社のホームページの中に、はい、一応音楽のページもありますんで、あ、はい、じゃあ大塚さんのフェイスブックで会社名上がってますから、そちらの方から会社の方に行っていただきまして、はい、ズバリね、大塚さんのねファンになった方いらっしゃると思いますんで、はい、はい、多分年齢層は高いと思いますが、ファンの方もいらっしゃると思いますんでぜひとも孝太郎さんのこれからの活動も楽しみです。はい、もう本当に今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。今日は素敵なシンガーソングライター孝太郎さんでした。ありがとうございました。やったやった。君を知りたくなって。